中の松岡さやかです。2014年2月8日日本一のジャズピアニスト佐山正弘さんのふるさと尼崎へ行ってまいりました。最終章第7弾です。今回は学生時代通ってた塾や譜面を買いに行ってた楽器店、ご両親が経営してたお茶屋さんがあった尼崎商店街を散策してまいりました。最終章第7弾です。では皆さんご覧ください。どうぞ。こんにちは、日本一のピアニスト佐山正弘です。震災前とか上田の東通り商店街を彷彿とさせるぐらい。そうですね。ここはどれくらいぶりですか？この商店街は中学以来ですね。高校の時に、高校ちゃうわ、はい、中学やね、うんうん、塾行ってたんですよ、はい、塾行ってたの。高校で塾行かんもんな、うんうん、中学生かな。この辺にあるちょっと、いろんな中学から集まっている評判の塾があって、はい、この商店街安岡って油屋の息子がおってね、はい、今でも油屋があったり、じゃあここだいぶ綺麗になったんですね。綺麗になったんですね。角にレコード屋があるところがあって、あそこちょっと入ったところやったり、もうちょっとさっき思った東大塾だったな。ここ随分、それはもうあのよくあるあの試験をして、その結果で次の日から次順が変わる。角にレコードや、あそこに前住順の更新台のポスターがあって、ってのよう覚えてる。その塾で自転車2台続けて盗まれた。逆ですね。歩いて帰ってですか？歩いて帰って。ここもやっぱぼーっとしてるよね、カリカリだったり。というのと、やっぱり犯罪が多い町ですから、それ相まって。あ、もうあれ、お茶屋さんもないね。お茶屋さんもないし、ヤマハもないね。あ、ヤマハもないね。都レコード、はい、おおおこれ塾の近くです。あ、塾の近く。で意識してなかったけど、今小倉よく行くやん、はいはい、小倉の商店街もこんな感じやから、うん、割と昭和の頃の一つの形っていうのはあるんやね。きっとこう、この幅とか。ちょっとなかったな、でもここまで来たらない。ちょっと駅の方ないよ。洋食屋さんを探してるんですけどね、当然ないと思うけど、うんうん、2階にある、うん、まあここまでやな、うん、食事どころっていうかちゃうわ、うん、ああ、ね、ないですね、はい、はい、ここまでですし、ここにね、道から入ったここに、はい、要はね、こう噴水みたいになってるジュースの、あれをお母ちゃんに7個で出るって、
10円入れて見てたらジャーッときてかっこいい今は良くなったね、勝手にコップ出てくるもんね泣いた泣いたで怒られたっちゅうかね、アホな子や今でもいいもんな、アホな子やったりって路面電車走っててね、それでさっきのな何はでしょ、なで西何は、うん、で浜田行くんですよ。いやいや、お目当てはなかったですね。じゃあ、マルチに逆行して、見て、駅の方まで行ってみましょう。いや、でもこの通り思い出しただけで良かったです。もうちょっとこっち行ったところに、勤労福祉会館があって、そこではピアノの発表会を毎年やってますね。そこで、そこで狭山少年が。こんな感じで、上上がるとレストランやった。ここやったのかな。変わったのかもしれんね。丸化食堂。大阪のやるはね、どこで聞いてんのそこそこうまい。まずいもんは地元のやつがあかんで、口コミも強いし、すぐ早い。東京、渋谷とか新宿な、まずいとこいっぱいあるもんな。一元さんでもつかが、東京の人は文句なく食べるからな。大阪人の人はびっくりですね。びっくりですよ。まさか、こんなとこで、こんな味で800円。ね、宮古そばでも美味しいもんな、東京のもんにはうまいかもしれんな。そうね、知らん店がいっぱいあるちゅうことは知ってる店がなくなってるちゅうことやもんな。宮古レコードの脇行ってみようか、塾の跡があるかもしれない。おおおね、この辺でしたね。勉強頑張ってたんです、ね、なんか民家の2階でね。残念、これあたりだったら気がするな。うちさんですか。いやいや、楽器屋さん。楽器屋さんけど、ほらグレードが上がって次はチェルに30万ぐらいだったらここへ来て、これ言われました。ブルグメラーとかね、買いに来てたんですね。そうそう、そうなって。さあ、あとはお茶屋があるとかやな。こうなると親父のお店を発見できなかったのはちょっと惜しいですね。お母ちゃんに聞いておくわ。前は基本こっちのアーケードないとこにもいっぱい、それこそ飲み屋とかあって、で回るのはもう随分後やったけど、僕が東京出た後やけど、10円寿司っていうのがあってね、1貫10円、でマグロを言うと8貫ぐらい出てくる。なんでなんですか。いや、だからもうとにかく量で1個ずつやるとあれなんやろね。親父に連れて、あ、でも2貫ずつやったかな、連れててもらって、その頃はタコに煮詰めを塗ってましたね、大阪は。東京って何もついてないからびっくりして、あれはタレは、いやいや、醤油。醤油。さて、ありますかね。すでに逆キャまであるといいですね。嬉しいですね。昔もうちょっとあんなゴタゴタしてない時に、駅から道路を渡ったここにとんかつ屋ができたんですよ。とんかつ立花駅できたんですか。うん、目の前で油の上に揚げて、今でこそ普通やけど、それはなかったから、いや、すごいな、こんなうまいもんあるなってぐらいうまかった。今でも思い出すぐらい甘くてね、ジューシーな。美味しかったんですね。
学系ないな。お茶もないな。時は流れたっていうことさ。40年ちゃうと50年やもんな、どうぐらい。こっちで大人になっても困らんぐらいの店はありますね。ありますね。ありますね。ああ、なかったね、私がありさね。アマテンってやってね。はい。今は今、天ヶ崎専門店街って言うんですよ。うん、でも全然違うな。ユニクロ、ほんまやな。一応改札まで行ってみていい？この電車はよく使ってたんですか？阪神はね、子供の頃。子供の頃。お母ちゃんの店行くのも阪神で。桜川はどう言ってたの？桜川は遠いですね。遠い遠い。改札来ましたね。あ、マスターになったよな。はい、以上です。なかったなかった。でも変わって見果てた天ヶ崎を見て気が済みました、うん、どうしましたか。飯食おう。よし。おいしいもん食おう。ここの時は割とそういう、なんちんやろ、社会とか政治とか、うん、歴史にはまだ行ってないかな。うん、まあ、麻雀。毎日麻雀してる。中国の歴史を。中国の歴史を。麻雀仲間とか。ほうほう。で、ああいう学区やから、あの、在日が多いやねん。あ、はい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 。で、まあ、中学の時も仲のええやつおったんやけど、遠、うん、山君言って、うん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 、で、それ、あ、それで、よそこから、うん、あの、喧嘩に来るわけ。うん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 、お前とかなんか、あの、鳴山へって、ブイブイはしょうらしいの、言って。で、それ、たまたま出たのが鳴山で、うん、もう、そう、あ、すいません、言って、呼んでこいや、って一言言って、呼んできます、言って、くると。振り向いて、こう、呼んでくるふりして、わしが、鳴山じゃ、言って、パッと、ジョンパー決めて、あ、はいはい、落ちるとこ、ボレーで、かっこええ。生かしてますね。生かしてますね。そう、そういうこと、社会の仕組みというかね。はい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 。なるほどね。で、サッカー部と仲良かったかな、そいつは。うんうんうん、サッカー部の連中と、ちょっと麻雀やったり、うん、割とそういう、一般的な、あ、うん、時代的に言うたらあれですよね、井筒監督がつったパッチギンぐらいの世代ですかね。ですかね。ね、あんな感じのね。井筒さんと同じぐらいでしょ。そうですよね、うん、ちょうどね。はあ。それでフォークも流行るし。そうですね、うん、だからよかった、音楽的にはね、うんうんうん、フォークソングが流行りながら森進一のミナートブルースがあって、はい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 、俺全部覚えてんでーいうのが2、3によって、はい、休憩時間にギター弾いてとか、で、岡林のがあって、あ、そうですね、で全校集会とか言って、うん、学生強かったから、はいはいはい、今日の2回目、うんうん、あの授業なし、あ、生徒の自由について語ろうって言って行動に集まるんです。そうですよね、あの佐山さんの世代っていうのは若者がなんか元気でしたよね。元気元気、うん、で授業改革とか言って、次の授業はみんな授業に帰って、はい、その授業の担当の先生の批判をせえと、先生がこういうこと言ってくださいみたいなになるんやけど、はい、でも子供やから、はい、あの先生声小さいですよ、はい気づけます、それ授業会で普通の文句やろ、もっとな、その裏にある文部省の、はい、その大ね、はいはい、その言いなりの国民を育てるのではないかとか、教祖の戦い方は間違ってるのではないかとか、はい、そういう話をせなあかんのに、うん、あの昼休み前の授業はすぐ早めに終わって、であの食堂行ったら先生一万円先生が出るとかええやんか、そのぐらいほっといたれよみたいな、ほっといたれよ
でも言おうも何か言わなあかんから、はいはい、あなたどうですか言われると無理やり言うんやけど、はいはい、まあ可愛いもんですよ。あ、そうですよ、うん、でその全校集会の最後に、うん、それでは言ってみんなで歌おう言って友恵を歌う。あ、佐山さんもやったんですか。俺ギター弾く。あ、佐山さんか、まあ、ギターで伴奏だ。うん、でも C やと F が出てくるから、はいはい、キーは D で D やと145全部弾けるやん。そうですね、何歌ってもで、バラが咲いたとか。バラが咲いたやからな。そうですよね、可愛いもんですよ。やっぱりこうあの世代のこうなんていうんですかね、流行というかその中にやっぱ佐山さんもおって、フォークもやって、フォークもやって、でベース買うてもうて。あ、ベース買ったんですか。ウッドベースを買ったんです。ウッドベースですか、うん、3万円着用、一番安いやつ。はあ、で、あの先輩のやってるフォークバンドに入れてもらって、うんうん、でちょっと他校にも演奏に行ったりした。あ、そうなんですね、うん、あ、普通にじゃあアマチュアの中であったベーシストしてもやってあったんですね。やってた普通にね、うん、はあ。1年生から2年生にかけてかな。うん、その時はピアノなんかは、ピアノは自分で。もうその時はまだあのブギウギとか、うんうん、あのアナザーユーかな、はい、をなんか本屋でジャズのとかに買ってきて、うんうん、ちょっとさやってた。あの千一を買って、ね、はい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 、まずあのあれやスローボートツージャイナとか、はい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 、最初から順番に辿って5ページ目ぐらいで挫折してやってたんやけど。挫折しますね。そのこととフォークをやるとか、うん、とピアノクラシックがもう本当に別やったよね。結びつかない感じ、うん、あ、でも分かります、その感覚は。なんかね、うん、結びつかん方が不思議なんやけど、うん、あれ別回路なんですよね、うん、そうですよね、ほんまに、うん、そうなんですよ。普通に聞くとそうやから、うん、だから最初にそのコードの仕組みでもそのね、こうフォームの取り方でも、うん、今の子はもう教えてもらえるじゃないですか。そう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 、教えるし、でも教えるよりはなんかね、自分で発見する方が深みがあるような。そうなんです。YouTube でいろいろ聞いても、うん、あれ音悪いやん。悪いですよ、ね、同じコルトリン聞いてあれで感動するとは思えん、うん、分かります。何もなくて何もなくて身をやっててピーターソンに生まれて初めての生を聞くとザバッとね洗礼を受ける、はい、まあ、そんなことはわざとはできへんからな、しゃあないんやけど。佐山さん弟いてはるんですか。弟一人おるんです、3つ違い、2人兄弟、2人、うん、弟はジャズマン、何にもしてない、ピアノは弾くけど。おうまいんですか。うまいですよ。うまいいうか、まあ、普通にうまいんですよね。うん、一回細川たかしさんの、うん、歌舞伎座かなんかのこうひそつき公演にピアニスト、いや普通におらんか言うからお前やってこい言ってマジですか。コード教えてで、うん、やってたぐらいには弾ける。へえ、うん、でまあまあ今はもうじゃあ普通のご職業で、今警備になって、へえ面白い。僕はこんなんやから、弟は普通の新潟大学行って、うん、で卒業したらもうあのどないしようって言ってる時に、僕はもうバンドがおもろいから言って、で大学を途中で辞めて店を手伝うんですね。はあ、のちょっと手広げすぎて、うんうん、3軒まで店やって、うん、で手伝であかんようになるから言って手伝って、その3軒を1軒にまとめて、うん、じゃあこれで2人でやっときって言って、うん、彼は大学に戻るかと思ったら、うん、もうその気はなくて自衛隊に行くんですね。すごいですね。で自衛隊に行って大型免許取って少林寺やって、うん、でそのまま行くと自衛隊の偉いさん伍長とかなるやんか、うん、はいはいはい、防衛大学出てないから幹部になれないし、うん、はいはいはい、でもこのままおったらもう使い捨てられるから、うん、何しようやめるって、うん、そしたらちょうどその頃あの僕が世話になってたジャズの事務所が、うん、誰かおらんか言うから、いやちょっと腰掛けで、うん、あの出てこいや言うて、で僕のとこに住んで、はあ、事務所働きするんですね。へえ、で坂田明のマネージャーやってたから、ずっと。あ、そうなんですね、うん、あ、そう。で古澤良次郎もそこの事務所やったから、僕は古澤さんのバンドにおって、はい、で僕はミュージシャンで彼がマネージャーでツアーしたりしてた。へえ、あ、じゃあ兄弟で割とこう一緒にずっと動いてた時期もあったんですね。あったんですね、3、4年かな。でその間にその細川たかしの話とかあって、うん、でやってこい、だってジャズのマネージャー
と、うん、ペーペーのピアニストだったらペーペーのピアニストはよっぽど金になるじゃないですか。あでもそっちの方がええでってでも嫌やねんなそれ。もうれっきとしてるお兄ちゃんのがうまい業界でやるのはやっぱ面白くないんかね。あ僕が逆やったら喜んでやるけど。じゃあまあだからそんなもあって、そのミュージシャンの道はお父さんは選ばなかった、ね、選ばずにそれで若手なんかを地方に回すようなプロデュースみたいなことしてたんやけど、うん、ちょっとやっぱりうまいこといかんじゃないですか。あ、まあ、大変な時期ですね。嫌気がさして、うん、で音楽から完全に身を引くって言ってでなでまあ結婚もしたしね。うんで成田の方に引っ込んで警備員をやってたかな。うん警備会社に勤めて、あこの間あの自主リストラで、うんうん、最近郵便局に勤めてる。あすごいですね。そうね。佐山さんおじいさんになられたということで。はいそうなんですよ。孫ができた佐山遺伝子がどんどんこう拡散、ね、男の子ですからね。おーおーやっぱり将来はそのピアニストだったり。ピアノはまあ、 あの娘がね娘も習ってたからあのやけどでもその旦那さんになった方の人が割と運動もできて、うん、それもスラッとしてて、うんで舞台美術家なんですよ。ああなるほど。だからそっちの方やっぱりな父親のあれになるもんな。うんうん、うん、ああなるほどね。